読売中高生新聞プレゼンツ実力レコメリスナー事件簿この時間はリスナーの皆さんからみんな周りで起きた事件にまつわるタレコメを募集し鬼デスクののりさんと新人記者の私菅優香そして今夜は原田葵記者と一緒に聞き込み取材をしていきますよろしくお願いしますさあ葵ちゃん初めてですからね、はいうん ぜひともお手柔らかによろしくお願いしますねわかりましたわかりましたわかりました。さあ紹介した事件はですね厳格な編集会議を経て読売中高生新聞の本紙に記事として掲載されるかもしれませんさらにネタを紹介された方にはもれなく番組オリジナル手帳をプレゼントいたしますそれでは早速今日のタレコミを紹介してくれはい今週は新潟県ラジオネーム木戸代さんからの情報ですはいいつも楽しく事件勉強の息抜きに聞かせてもらっていますありがとうございます 最近追い込みをかけるために夜中の3時くらいまで勉強してから寝ることが多いんですがそのせいか起きる時間が8時過ぎになってしまいいつも登校時間ギリギリでした、うん、しかしこの間ついに人生で初めての遅刻をしてしまいましたれ、まあ、これで皆勤賞もなくなり親にも先生にも叱られてかなりショックでした、うん、こんな状態で事件がうまくいくのか心配で急に不安になってしまいましたねえこれはもったいない<ー>毎回のね遅刻で。 会計所,所もったいないですね。ねえ、え、ぜひとも今後の人生に役立ててください。いやいや、もしもししましょう。もしもししますか？もしもししたいです。 あおちゃんもしもししたいもしもししたいですわかりました初めてです可愛いいもしもし何,何したいって初めてもしもしですわかりましたかわいいりそんな可愛いでいただいちゃったらこれしなやきに行かない菅井さんもなんだってや私はいいんですよ菅井さん何もしもししましょうわかりましたそれじゃあえあ木戸よ話を聞かせてくれもしももし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 さあもしもしできましたねこんばんはお天気のりと 菅優子と原田葵です。よろしくお願いします。さあ今高校三年生。はい。ねえ、怪菌症だったんだ。今までは。そうですね。そのね思い当たるこれこれが原因かなっていうのはあります？まあ焦ってやっぱ夜まで勉強しちゃってそれで朝起きれなくなっちゃう。まあねいうことね。しういめちゃめちゃわかる。でも。 遅刻もさ、いろいろあるけど、うん、これはいい遅刻なんじゃない？それはそれでそうなんですかね。いい遅刻じゃない。これ頑張ってその別に夜更かしした、ただ遊んでたわけじゃなくてね、葵ちゃんみたいにね夜中までねネット見てお菓子食べて <laughs>、はい、3時まで起きてた。<laughs> <laughs> ちょっと違いますもんね <laughs>、うん。はい、そうですね。ちゃんと勉強して。さっ先 CM 中にね <laughs> 話してたね。<laughs> はい、それと比べたら勉強してですから。 恥ずかしい暴露 <laughs> されるとね<え><や>そうだよだから俺はこれいいと思うけど菅井さんどうですかええー、今でも経験じゃないですかこれで自分がこの時間まで起きたらちょっと危ないんだっていうのはこれで分かったから、うん、今後気をつければいいんじゃないかなってなるほどね <laughs> ま,まさかっていう坂もあるぞっていうことですよね、うん、まさか46さあ葵ちゃんいかがですかええー、でも後から後悔しないのであれば いいのかなって遅刻もでも多分後悔してますよあいつ聞いてた、ね、自分のことちょっと暴露されてさ恥ずかしめてる場合じゃない後悔してるよねだって気道よ確かに後悔してます後悔してるよね怒られちゃったあ はい怒られますいつも優しい先生なんですけど、うん、ちょっとその時は怒られますまあ確かにね先生もやっぱりこれ怒りたくなくても怒らなきゃいけないからね、うん、でもこれでまあ逆に受験に対してさ気が引き締まるっていうかさうん,ん違うあそうですねまあもっとちゃんと気を引き締めないとなっていうのはそう,いう,ふうは思いますそうだね今、えー、苦手科目は何苦手は日本史です 日本史か。あ史まあ日本史といえば葵ちゃんだけど、なんかない。日本史でも最後まで追い込めるから、頑張ってほしいなと思いますね。うんうんまあ、だからね。そ今どの辺を勉強してんの。いや、今まあ、全部終わったんですけど。終わったの。ね、はい、でもやっぱり。 抜けてるところがいっぱいあってあーわかる、ね、ちょっと逆にねこれね一つのやり方としてねまあ勉強して人に問題出すっていうのも実はいい勉強になるんですよねうん,うん。だからちょっと三人に問題出して日本史のええー、教えてなんかう日本史、うん、ですかうん日本史なんでもいいよ今ちょっと勉強しなくていやいやそんなにお前ポ <laughs> ンってなでもいいよちょっと焦っちゃうねえ <laughs>

頑張りきの方をいただいても大丈夫ですかねじゃあおいと一緒に行ってもいいですかダブルでダブル頑張りきでじゃあダブル頑張りきいただいてよろしいですかお願いします一度よせーの頑張りき頑張れます頑張れますじゃあ頑張ってね頑張ってねはいじゃあねありがとうございます失礼します応援してます ねこちらじゃあレコメンのクリアファイルと、はい、トンボ鉛筆さんのノリのね、うんうん、すごく面白い <laughs>、はい、ね文字の入った、はいえー、鉛筆の方も送りますので、ね、<laughs> よろしくお願いします本当に受けてほしいですねこのコーナーではリスナーの皆さんからみんな周りで起きた事件を募集中受け進めメールだるぞレ <laughs> コアットマークジオキオレドットネットです懸名のところに事件簿と書いて送ってください電話番号の記載も忘れなく え放送後にはですね実際に読売中高生新聞で働く記者の方から電話取材を受けた後にですね厳格な編集会議を経て読売中高生新聞の本紙に記事として掲載されるかもしれません、うん、そしてネタを採用された方にはもれなく番組オリジナル手帳をプレゼントいたしますたくさんのメールをお待ちしておりますさらに今回取材した内容は YouTube の文化放送チャンネルでアーカイブ配信されますのでそちらもチェックしてくださいそして最後にお知らせです、はい、なんとです、ね、レコメの特集ページが 読る中高生新聞で掲載されることになりました大好きよーーー第2弾ですよ前もね、うん、特集していただいたけどまた今回もありがたいですよまず菅井優香ちゃんの仕事人ねプロフェッショナルとはどういうことかっていうのこれを見てですね皆さん <laughs> 感じていただきたいと思いますよね <laughs> 結構かなり詳しく、えーうん、書いてますね。 投稿職人への道、<ー>水曜日のレコメンのね、サ、え、ッ、ー、をしております。はい、ガイさんがですね、はいえー、はがき職人、投稿職人への道を、えー、なんか熱く語ってるみたいなんでね。まあまあ、読んでいただければと思いますよね。はい、俺も読もう、ねえ、いじってやろう。<laughs> そしてレコメン旅部の「谷川岳レポート」っていうこれレコメン旅部というのをですね発足しましてプロデューサーとかスタッフとかと一緒に旅に行ってですねそれでやっぱエルモンってあるじゃないですか旅をすることによって人生って旅じゃないですかそんな感じのねプロデューサーに対するねほとんど文句なんですけどそちらの方もですねこちら書いてありますんでね。 もついてて楽しい。そうなんです。楽しかったんですよね。あんなことがあるまでは。ええ、ありがたったね。読んでいただければわかりますね。そして海苔大仏ができるまでさ、青ゆちゃん見てくださいこちら。すご大仏。あのちゃんとあのお清めでしたってしてもらって。そうですよ。もう清められて、清められて。こちら日本工業大学さんにねお願いして作らせていただいたこちら海苔を 3D スキャンして作った大仏なんですけど。 どうですか。髪の毛のブツブツはどうしてなんですか。あ、いい質問じゃないですか。こちらはですね、はい、ぜひともこちらを読んでいただきますと書いてありますからね。ね面白いシュールですね。ね。 そして、あの恒例の間違い探しもありますんでね,えね、えー。今回もぜひとも間違いを探してください。よろしくお願いします。はい、さあ、こちらは今週の金曜日、12月6日に発行されます、えー。購入方法につきましてはですね、お近くの読売新聞販売店か、えー、こちらフリーダイヤル0120-434381、0120-434381までお問い合わせください。以上、読売中高生新聞プレゼンツ、実録、レコメンリスナー事件簿でした。